今回は鶏の唐揚げレモンソースかけの作り方を紹介します。鶏の唐揚げに甘酸っぱいレモンソースを絡めることで肉は柔らかくさっぱりしてとても美味しくなります。それでは作っていきましょう。レモンは輪切りにします。レモンを容器に入れ、上から蜂蜜を浸かるくらいまで入れます。その上にミントを乗せて冷蔵庫で1日寝かせます。鶏胸肉は皮を剥がし、食べやすい大きさにカットしていきます。鶏肉を3つの塊にカットして分けます。細長くなった鶏肉を斜めにカットしていきます。四角く切らないで斜めから切ることで鶏肉が柔らかく仕上がります。鶏肉に下味をつけます。鶏肉 130g に対して塩小さじ1、味の素少量、胡椒、酒を入れて揉み込みます。材料は鶏胸肉 130g、 漬けたレモン8枚、ネギ、生姜、少量、レモンの漬け汁もレモンと一緒に入れておきます。大体このくらいの量の漬け汁を入れます。鍋に油をかけて中温に温めておきます。鶏肉に水溶き片栗粉を浸かるくらいまで入れます。次に小麦粉を入れてさっくりと混ぜ合わせます。鶏肉の表面にねっとりとした衣がつくようにします。肉を中温の油に入れ揚げていきます。鶏肉の表面が固まってきたら軽く混ぜます。鶏肉の衣がくっつかないように剥がします。鶏肉が熱くたら一度取り出します。さらに油に入れ二度揚げします。火を強火にして表面をカリッとさせます。鶏肉がしっかり揚がってきたら取り出します。鍋に油を少量入れ、生姜とネギを炒めます。生姜とネギの香りが出てきたらレモンを入れます。紹興酒を小さじ1に、鶏ガラスープまたは水を 50cc 入れます。砂糖小さじ2分の1を入れます。塩を小さじ3分の1入れます。胡椒を振りかけます。ここで味を確認しておきます。
水溶き片栗粉を大さじ1弱入れ、とろみをつけます。揚げた鶏肉と合わせていきます。皿に盛り付けて完成です。今回は鶏の唐揚げレモンソースかけの作り方を紹介しました。レモンを蜂蜜とミントで一晩漬けることでレモンの尖った酸味がまろやかになります。漬けたレモンが余ったら水や炭酸に入れて飲むと美味しいですよ。このチャンネルでは簡単なまかない料理や本格的な中華料理などを紹介しています。よかったら高評価とチャンネル登録をお願いします。リクエストなどがありましたらコメント欄までお願いいたします。それでは失礼いたします。